はい、皆さんこんばんは。あなたの一歩前ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ広野沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きし、現在成功している方でも必ず様々な困難があり、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいかをお聞きして、リスナーあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さん今日もよろしくお願いいたします。この番組はですね、各社様のご協賛により お届けさせていただいております。途中の CM もお聞きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、またよろしくお願いします。そしてこの番組はですね、沖縄の、中部宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾より20時までご放送させていただきます。皆さん最後までお付き合いください。そして、FM 宜野湾の YouTube チャンネル、ホームページ、そして私の伊達ちゃんの YouTube チャンネル、これですね。で出すんですけど、もうちょっと待ってください。今ね、解説に手こずっております。皆さん少々お待ちください。サイマル放送も実際行っておりますので、皆さんね、どこか全国で好きな、方法でですね、お聞きいただければありがたいなと思ってます。さあ、そして、早速ですね、ゲストさんのご紹介に参ろうと思うんですが、今回からですね、1時間番組になっております。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。1時間番組の初めてのゲストがですね、この方と、ということで、この方、主政クラブでね、私はお会いさせていただいて、そして同じコンサルタントということなんですけど、全然タイプが違う。そんなね、方を本日はお招きしてお話をお聞きしたいなと思います。U1 の棚原秀樹さんです。棚原さん、お越しいただきまして、ありがとうございます。はい、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お聞きいただいてわかりますか？このね、僕の声のトーンと、この優しい田中さんのこの声のトーンね、こう明らかにね、僕とはタイプが違うなと、ことなんですけど、お仕事は、まあ、ちょっとね、軽くご紹介させていただくけど、コンサルタント。ね、コンサルタントっていろいろあるんですけども、ちょっとその辺を、田中さんから、どんな分野とか、こんなんだとか、あんなんだってお聞きね、お仕事のことをお聞きできればと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今ちょっとそんな話をしちゃってもいいですかね。もちろん。はい、まあ、今、伊達さんからご紹介あったんですけれども、コンサルタントとして、仕事をしています。個人事業主なんですけど、U1 というですね、まあ、野望で活動をしておりまして、まあ、U1 ってですね、ローマ字で読むと、U1 と、読むんですけれども、まあ、右腕っていう意味ですね。社長さんだったりとか、個人事業主の方の右腕になりたいなというふうな思いを込めて、この屋号にしています。で、じゃあ、やってることとしてはコンサルティングなんですけれども、主な分野としてはですね、大きく分けて2つあります。1つが、経営に関わることですね、その戦略的なことだったりとか、マーケティングのことだったりとか、あとはそのお金をどうやって貯めたらいいんだろうかだったりとか、そういった経営課題に対してのですね、まあ、考え方をお伝えしたりだったりとか、少し手を動かすこともやったりも、しています。ね、はいはい、はい、どうぞ。で、もう一つが、これ組織づくりとか、そういった人の部分に関わるところなんですけれども、まあ、コミュニケーションを通して人と人をつなぐということをやっておりますので、まあ、人、物、金と言われるところのですね、金以外のところは、やれるというのが今の状況に、なっています。なるほど。はい。よろしいですか？そうですね。ありますね。まだありますね。どうぞ。まだありますね。で、まあ、仕事としてそういうことをやってはいるんですけれども、うんうん、まあ、なかなかですね、そういったなんか経営のことだったりとか、人組織のこと、コミュニケーションのこととかっていうのをやりつつもなんですけれども、お客様からですね、よく言われるのは、まあ、伊達さんもおっしゃっていただいたんですけれども、まあ、声がね、僕は特徴的だと。で、話し方。うん、
トーン、ボリュームだったりとか、そういったものがですね、アルファーファ出してんじゃねえかみたいなことをよく言われたりもするんですけれども、はい、なんか癒されるだったりとか、よく僕は話を聞くことを大事にしているので、基本的にはあんま教えるっていうことはあんまやらないので、聞いたことを整理をして、こうか、こういうことですかって言った時になんか気づいてくれるような、そういったことが多いので、コンサルティングをやってるというよりもですね、お客様からしたら、カウンセラーみたいな感じなるほで、ど。はい、思うことがあるらしいので、肩書きはですね、経営カンサルタントにしてます。カンサルタント。カはンい、サルタント。はい、カウンセラーとコンサルの造語をちょっと勝手に作って。なるほど。カウンサルタントみたいな感じですか。そうです、そうです。そんな感じです。ええ、面で、言いやすくするために、はい、カンサルだけにしてます。はい。白い。なるほどね。カンサル。そんな感じです。もうはい。関西学院と関西学院みたいな。わかりますか？わかんないですね。いや、わかりますけど、それぐらいちょっとややこしいですね。なるほど。いや、でも今ね、ちょっとびっくりしたのは、あれですね、タララさん、こんなにお話しするんですね。どういうこなとでんすか今、か？わーって今、2分か3分ぐらいずっとお話ししていただいてましたけど、基本的にその今、さっきおっしゃっていただいたように、こう、聞くのがお上手じゃないですか。そう。聞そうくですのね。が、そう、上手な方が、いや、よう喋るなぁ、思って、今 お聞きしてたんですけど、でも、いろいろ基本的に、やっぱりその、僕ももちろん聞きますけど、けどやっぱり、聞くのも、どうしてもね、僕ね、やっぱ、答えを導こうとしちゃうところっていうのが、やっぱあったりとか、導こうというか、その答えを出してあげたいというか、僕が何かを言うわけじゃなかったとしても。けど、思っちゃうところがあるんですけど、でもやっぱ、奈良さん、こう、やっぱ聞かれるじゃないですか。はい。だからなんかそうそういう、ですね。ね、そういうところがすごいこう強みだなとこう実際思ったりもしますし、だからいろんな人が奈良さんにお話を聞いてもらいたいっていう、ね、そういう話になっていくんじゃないかなと思って、お仕事も今成功されてらっしゃるんじゃないかなとこうやって思うんですけども、ちょっとお聞きしたいんですけど、前半ね、前半、中盤、後半とこうなるんですけど、もともと田中さんと沖縄の方。そうですね、はい。え、読みたい、そうなんですよ。FM 読みたんで、ラジオのパーソナリティやってらっしゃるんですよね。やってます、やってます。そうなんですよ。この前出させていただいて、うまお、いありがんとうごですざいよ、まます。た。もう、皆さん聞いてる、いつでしたっけ？放送日。今は今月は、毎週金曜日の12時、毎週なんで金す曜日けれのど12時。も、お昼12は時。い。そうですね。はい。でも、10月からちょっと変わって、火曜日の12時になります。火曜日の12時になるってことですね。なるほど。そうで、です、そうです。はい。時間は75分。1時間。1時間です。1時間。いいですね。はい。行きましょう。それでね。はい。でもぜひね、皆さん、読谷ね、の方はお聞きしていただきたいなと思いますけど、他にも、あれですよ、ラジコとかでも聞けるんですかね。ラジコではなくても YouTube ですね。FM 読谷の方が。はい。FM 読谷の YouTube。ぜそうひです、ね、そうです。そちら方も聞いていただきたいんですけども、はい。そう、読谷で生まれ育った感じですか？ですね、生まれは宜野湾市なんですよ。はい。で、小学校1年から、読谷の方の小学校に行って、小中読谷ですね。なるほど。で、高校で、小中高も。高は、那覇西高校って言って、スポーツが盛んな学校に行ったんですね。で、僕、サッカーをずっとやっていたので、そうなんですか。そうです、そうです。で、もう、那覇西は当時は、今もかわかんないですけど、ダントツでサッカーはもう強かったので、もう、レベルの高いところでもサッカーしたいなって、小学校の時から思っていたので、もう高校はずっと那覇西で決めて、そのままそっちに行きました。じゃあ、小学校の頃から決めてっていうことは、結構その目標を、今このラジオもそうですけど、一歩前に踏み出す人とかね、一歩前になかなか踏み出せないっていうふうな人だとかいらっしゃる中で、小学校の頃からやっぱりサッカーで、全国行く、全国大会ですか、読売クラブ、読売競技場、国立競技場か、国立、に競技場に行こうと思って、サッカーをずっとやってらっしゃった幼少期って感じですか。
そうですね。まあ、その小学校の時はそんなにその国立っていう、この聖地っていう感覚あんまなかったんですけれども、まあもうやっぱテレビで見ていて、もうみんなものすごくうまかったし、那覇西が多分今でも県内では最高記録の選手権ベスト8まで行ったのが那覇西だったんですけど、まあその当時僕はテレビで見ていて、で、まあ、それでも勝てない。県外の強豪校たち、みたいな。なんか、上には上がいるな、っていうのを、なんか見ながら、やっぱ上手い人があっち行くんだな、っていう、なんかそんな感覚でしたああ、なるほどね。僕もね、ね。小学校の時野球部入れなくて、サッカー部に入ってたんですよ。そうなんですか。そう、サッカー部入ってて、僕たち山口の小学校で、山口サッカークラブっていう上手い人たちが寄せ集めで作ったチームで、で、僕らの一つ目の先輩は、読売クラブと全国大会で決勝戦やってました。うわ、すげえ。そう。うだわ、僕すご。も補欠の補欠だったし、もう途中で全然もう練習とかもめっちゃサボってたんで、もう逃げ癖がついてる僕、子供たちは僕全然ダメだったんですけど、でもやっぱなんかすごい人、上手い人って、もうなんかレベル違いますもんね、正直ね。わかりますね、これは。もうなんか。なんじかゃあがそ違う。の、あれじゃあサッカー目指してやっていったけど、レベルが違うなっていうことに、こう、例えば高校に気づいた感じですかね、高校の時に。ああ、そうですね。なんか、まあ、中学までは、そこそこ上の方かな、みたいな感じで、自分ではそう思っていたんですよ。はい、わだかります。から、まあ、那覇西行っても、それなりのポジションでやれるんじゃないかなって思っていたんですけど、まあ、全然そうはうまくいかず。なるほど。もう、周りはもう、沖縄県の代表だの、九州まで行ったのだの、そういったメンツがいっぱいいて。でも、それが同級生の世界で。でも、一つ上、二つ上はもう、さらにもう、全然、住んでる世界が違うぐらいの。もう、こんなに違うのかっていうのは、もう、まざまざと見せられた感じでしたね。なるほど。その時に、こう、あれじゃないですか。まあ、子供ながらに、こう、頑張ってやっていくんだって、こう、夢があって、で、実際、現実をこう、見るわけじゃないですか。うーわ。っていう時って、なんか、なんか、元気に頑張れるぜ、みたいな感じだったんですか。それともなんか、ちょっとメンタル的に落ちたりとか。メンタルが落ちることはなかったですね。なんか、どこかで、あ、もう、ここに来たんだから一生懸命やろうっていう、なんかそういったのがあったんで、とりあえず、自分の心のどこかで多分その一生懸命練習してたら、実るんじゃないかなっていうそんな気持ちでずっと部活は続けてましたね。なるほど。そうなんですね。そう、じゃああれですか。結構、その、じゃあレギュラーにはなった。なれなかったです。なれなかった。その時なにれは、なかっこう、たなんですか、落ち込むことではなく、でもやっぱり頑張っていこうみたいな感じで、こう、頑張っていってた高校生活。そうですね。なんか、ちょっと、ちょっと見えてきたぞぐらいな、時期はあったんですよ。で、結構練習試合とか、他者との、試合とかでも使ってもらえるようになった頃に、怪我しちゃって。怪我。はい。ららら。もう、怪我して、もうそれが、インターハイ前とかだったんですけど、でも、そっからもう動けなくなってしまったことを機に、あ、もうこれは、しゃあないなっていう。なるほど。だから、その、頑張ってどうにかっていうところまでは、本当一歩手前っていうか なるほど、一歩前じゃなくて一歩手前ね。なるほど。的なところまで行けたんだけどな、でも怪我しちゃったなっていう、なんかそんな感じでもう、あ、もうここまでかなっていうふうに思いましたね。なるほど。結構なんか前に一緒にお仕事させていただいた時っていうのも、なんか冷静に判断されるじゃないですか。例えばその学校の先生になりたいって、まあこれからお話があるかもしれませんけど、学校の先生になりたいっていうふうに言って思った時も、いや、ちょっと待てよ、みたいな。なんか、俺ってこうなのかな、みたいなって冷静に判断されることとか実際あって、ただなんなるかほ子ど。供の頃っていうのは、結構やっぱ冷静にいろいろ客観的に物事を見られる方、なのかなと思ったんですけど、そうでもないんです。
いやー、どうですかね。自覚はないですね。はい。でも、今、伊達さんが冷静に、客観的にって言ったときに、あ、そうかもって今思いました。なるほど。今思いました。なるほど。今思いまわした。はい。かります。いや、じゃあ、ちょっと、あれですよ。今、生い立ちのお話を実際お聞きしましたけど、まあ、今からはい。ね、大学行かれるか、就職するか、まあ、いろんなターニングポイントがあると思いますので、ちょっとそれはですね、CM を挟んだ後、また中盤ということでお話をお聞きしたいなと思います。はい。はい。よろしくおで願いは、じしゃあ、一ま旦す。CM に入ります。はい。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いに、もらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できる、マイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでもアクティングコーポレートソング「スポットライト」by ローカルコネクト。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。はい、皆さん、改めまして、本日のゲストは、ユーアンの田中秀樹さんでございます。田中さん、また第2回目中盤戦もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、高校ね、それで、まあ、ちょっと自分のこう限界もちょっと知ったなと、こんな感じかなっていうところで、まあ、高校ご卒業された後の、まあ、流れって言ったらちょっと失礼ですけど、まあ、どんな人生を歩まれたのか、そして、まあ、コンサルにこう、にたどり着くようなきっかけになった。まあ、そんなこともお話をお聞きできるんじゃないかなと思いますけど、高校出られた後はどうされたんですか？まあ、そうですね。ざっくりとなんですけど、高校出た後は、一浪をして、で、琉球大学に受験をして、で、大学入って、で、卒業、そっか、4年生の時に、僕、先生になりたかったんで、教員。まあ、学校の先な生。ので、そうです、そうです。なるほど。なので、大学は教職も取っていて、教育実習まで行ったんですけど、すごい、すごい。教育実習行って、あ、ちょっと先生は違うな、というふう先生は違に。うな。なんで、なんはい。で。いや、そうですね。あれだったんですよ。僕は楽しい授業をやりたかったんですね、先生になって。だけど、まあ、実際の現場は先生たちはもう授業の前、それ以前に、まあ、生徒との、まあ、やりとりだったり、親御さんとの同行だったりとか、そういった授業以外のところですごくバタバタしていたんですよね。なので、それを見たときに、あ、この授業を楽しくやるためにどうしようかっていう時間ってそんな簡単に取れないんだっていうのを現場に行って知ったんですよ。なるほど。だから、あ、これは多分自分が思い描いているような、教師像にはなれないなというふうに思ったので、教育実習に行った結果、教員になることは断念し、なるほど。で、どうしようかって考えたときに、まあ、そのまんま、大学院にまたもうちょっと勉強するっていう選択肢と、社会人になるかっていう選択肢があって、で、ゼミの先生に相談したら、一旦就職するのはありだと思うよっていうことを言ってくれて、就職する道を選んだと。なるほど。就職さで、れたんですまあ、ね、じゃあ、まずは。就職しました。そうなんですね。どこに？で、そこ、ですね、どう県いう内にあ県るに？コールセンターの会社でしたね。なるほど。でも、あれだったんです。まあ、求人の謳い文句が、仕事をしながら、IT スキルが学べますだったんですよ。学べそう。
で、じゃあもう IT これ自分弱いからいいじゃん、このスキル身についたらと思って、そのまんますぐ飛びついて、で、面接を受けて受かってやったって思って、この新入社員研修とかがあったんですけど、ありますね。研修の、3日目ぐらいに、自分コールセンターの会社に入ったんだって知りました。そうよね。コールセンターで IT スキル学べます。学べないと思う、多分。完全テレマです。で、そうだったんだって知って、やべえ、ちょっと間違ったかなって思いながらも、配属先が決まる、なんか面談とかがあったんですね、研修期間中に。で、この IT の部署じゃなかったら辞めますって、ずっと言いまくってて。で、そしたら IT の部署入れてもらって、配属されて。で、本当一応そこで一通り IT のスキルは得られたんですよ。なるほど、よかった。そう、よかったです、本当に。で、そっから、証券会社で出向とかしたりして、コールセンターの立ち上げとか、一通りこの業界の、なんだろうな、大きな仕事的なものは経験したかなと思ったんで、ちょっとこのまんまこの業界いていいのかなと考え直したときに、僕の中で、やっぱ人生に一度くらいは外国住みたいよねっていう、こういう、夢と言っていいのかな。それと、あとは、やっぱ英語ペラペラ喋れたらかっこいいよなっていう。じゃあもう外国行っちゃえっていう感じで、一旦もう仕事はやめようというふうに決めたんですよ。それがおいくつぐらいの時ですか？それが、そう決めたのは25歳。25、いいなぁ。15年前ですね。そうですね。15年前です。で、それから、じゃあワーホリにしようかなと思ったんですけど、それだとなんか再就職厳しいっていうことを知ったので、いろいろ調べたら、ちょっと端折りますけど、資格があったらいいよねっていうことで、じゃあその資格を取りに行こうって思って、海外の大学院に行くことを決めたんですよ。海外の大学院に行く。腹立つな。学校行って資格取ってきゃ大丈夫なのねぐらいな感覚で。でも、もう僕はもうどうしても海外行きたかったんで。じゃあもう大学に行くって言って辞めたのが26歳。なるほど。なるほど。で、海外行ったんですね。そうです、そうです。どちらので、国に？オーストラリアの方に行きました。どこ？ブリスベン。え、タスマニアっていう島があるんですけど、あるわ。こうなってる、ここね。そうです。そこあでります、す。あります、あります、あります。もう、とにかく僕は、大学院とか別にどうでもよかったんで、資格とか、正直。極力、安くて日本人が少ないところ。もう、これが、絶対条件だったんですけど、いな。それで調べたらタスマニアだったんで、OK、そっちっていう。タスマンなんとかって言いませんでしたっけ？タスマニアデビルとか、ラスマニアデビル、そう。もうすぐ見に行きました。懐かしいなあ。そうです。じゃあ、それで留学しに行った。どうだったんですか？留学先はというか。人生でこんなに勉強するかって思うくらい勉強しましたね。勉強っていうのは、その学力、学問ですか？学問です。何を勉強したの？いや、もうそこでビジネスだったので、今仕事としてやってるような経営戦略だったりとか、マーケティングで現地の企業にインタビューしに行ったりとか、あとは統計学とか、経済学、あとはそうだな、組織論とかそういったことですかね。そうか。なるほど。だからあれか。そこですごい学んだことっていうのが、本当にだって今活かしてますもんね。そうですね。やっとって感じですけど。いや、でもなんか違うもん、お話ししてて。同じコンサルだけど、なんか全然違うもん、コンサルが。そうなんですか。なんかやっぱ全然違うと思います。やっぱなんか、いろいろこう、今、教育と採用、採用と教育と評価ってやっぱ一貫性あるから、ね、僕は教育担当ですけど、他の採用とか、
評価とかいろいろ話をこうやってお話しすると、ちゃんとやってらっしゃる方、はい、まあ、棚原さんもそうですけど、やっぱね、はい、ちょっとレベルが違いますよね。本当に勉強しはったんやなって思いますもん。いや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 、それまだ全然使ってなかったですけど、最近からって感じですね。素晴らしい、うん。で、そんな、なんか順風満帆そうに見えるんですけど。はい。なんか問題もなさそうじゃないですか、そのまま。なんか、楽しそうだし。はい。そうですね。まあもう本当おっしゃる通りで、うんうん、正直ずっと順風満帆というか、うん、まあ、それなりに難儀なこと、大変なこと、辛いこと、嫌なこと、いろいろあったんですけど、うんうん、そんな、他の方々と比較すると、順調だったなと思うんですね、本当に。うんうんでも、なんというか、じゃあ自分からすると大きな、まあ、挫折というか、すごく大きくへこんだっていうのもあって、ただでもそれぐらいですかね、一回だけというか。うん、その、今のところ。もし、まあまあ言ったらですよ、このラジオに出ていただくあなたのターニングポイントなんで、はい、ターニングポイントがない人は出てもらっちゃ困るわけです、逆に言うと。確かにそうですよね。そうですよ。そのなんかでもターニングポイント大きなのが実際あったってお聞きしたんですけど、まあ、はい、まあ、どんな時にそういうふうになったのかとか、まあ今のマスマニア行ってからの流れの中で、また教えていただけると思うんですけど、はいうん。まあ、タスマニア行った後も比較的もう順調に来ていて、うん、で、まあ、今のこういう独立をして、仕事をしていく中でですね、うん、まあ、他のメンバーと一緒に仕事をすることが結構あったりしたんですよ。うん、はいはい。で、まあ、その時に、その一緒に仕事をしているメンバーと、ちょっとなんかコミュニケーションが取れなくなったっていうか、取ってはいるんですよ。はいはい、なんですけれども、まあ、その意思疎通ができてなくて、なんだろうな、ちょっとずれているところが、多々目立つようになってきて。うん、ああ、それはその自分がずれてるって感じなんですか？相手とずれてるなってことに気づくっていうことですか？そうです、そうです。うん、なるほど。そう。なんか、あれ、自分こんなつもりって言ってなかったのに、こう伝わっちゃってるとか。うん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 、で、相手はそう、こういう意図で言ってきているので、自分はそれで受け取れてないなとか。うん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 、っていうのがもう多発するようになっちゃったんですよ。はい、はい、はい。で、まあ、それが続くと、やっぱり人間関係がもうギクシャクしてっちゃって。うん、確かに。はい。で、それで、初めてだったので、何なんだこれはっていう驚きと、うんうん。でも、あまりにも続くし、あまりにもいろんな人から言われまくるので、うんうん、あ、これ自分が変なんだっていうふうに思っちゃったんですよね。はあはあ、ちょっとなんか雲行き怪しい感じになってきたね。はい、そうですね、うん。そう。で、そっから、あ、なんかもう、自分が変なんだって思っていう風に思うようになってからは、うん、もうことあるごとに、あ、自分が悪い。なるほど。で、自分がダメなんだ。うんうんうん、直さなきゃ、うん。でも直せない、うん。どうやったらいいの、うん、っていうところから、もう言っちゃえば何かが起きるからっていうので、発言するのが怖くなったりとか。ああ、そこまで来たんすね。はい。で、もう、これ言っちゃったまたどう捉えられて、なんて言われるんだろうっていうふうにしかも考えられなくなっちゃって。そう。で、もう本当に、まあ、今もこういう仕事をしてるんですけど、もう、人前で話せなくなっちゃったりもするし。うん。で、言うことも説得力なくなっちゃうので、うんうん、あ、もう、これ無理だっていう時があったんですよね。それはいつぐらいなんですか？めちゃくちゃ最近というかもう去年ぐらいの話です。めちゃくちゃ最近。っていうことは逆に言うと、去年39歳まで順風満帆だったっていうことですか、はい、まあ、それなりに。はい。ああ、なるほど。で、去年。そうです。そんな、じゃあ、その、タスマニアから帰ってきて、そこからまた仕事もされたんでしょ、はい、そうですね。そこからまあ、サラリーマンを、2社ぐらいやって、なるほど、はい。じゃあ。卒業してから、うん、そうだな。うん。っていう感じで、いい感じで来てた、だけど、その、なんと、この人のコミュニケーションのそのズレがあって。うん。ってなると、なんか家に引きこもったりとか、そんな感じにもなったんですか？なりました、なりました。
どのぐらいの時ですか？どうぞどうぞ。もう起きれなかったです。起きれない。はい。で、もう、体を起こして、じゃあ仕事だなっていう風になった時でも、吐き気。うん。そう。でも、あ、これやばいわ、と思って。で、どうぞ、はい。で、その頃から、ちょっとこれはやばいぞっていうのは、本当に本格的に思い始めた。っていうのは、なんかそういうちょっと体に来た時に、ああ、これちょっと来てるなっていうふうには思ったところですね。その時はもう独立してたんでしたっけ？してました、してました。あ、なるほど。じゃあ、サラリーマンの時は問題なくって、で、独立してそうなったっていうことですか？うん、そうです、そうです。なるほど。そうか。はそうか。何が原因だと思うんですか？逆に言うと。そんなになっちゃったのっい。まあ、これはですね、まあ、いろいろちょっともう深いところまで考えちゃったんで、あるんですけど、まあ、やっぱり僕のコミュニケーション力不足っていうのが、ことのつまりっていうところですね。なるほど。じゃあ、うん。それからコミュニケーションを、スキル不足ということは何かを勉強されたりとかってこうすることになったと思うんですけども、まあ、そうなるにも、まあ、マイナスなところからプラスに行かなきゃいけないわけじゃないですか。プラスに行かなきゃいけないというか、プラスに行くことがあったから、何かきっかけがあったから、多分今のね、そこから復活していく、そのことになったと思うんですけども、まあ、それにこうなるにあたりですね、なんか勇気づけられた音楽、歌っていうのが実はあるっていうことも実はお聞きしてますので、まあ今からその音楽を、ちょっと、田中さんにご紹介していただいて、で、その音楽を聴きながら後半をお迎えしようかなと思っております。どんな音楽でしょう？ザードさんの負けないでっていう曲ですね。まあね、泉さんのね、綺麗なね、こう、素まあ、敵な。素敵な。じゃあ、それ、まあ、よくね、よく皆さんがお聞きされてる音楽でしょうけど、実際そんないろんな思いがあると思いますので、まず皆さん、ザードさんの、負けないでお聞きいただいて、後半に移ろうと思います。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いに、もらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが5度に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでもアクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。はい、続きまして後半戦でございます。今日のゲストはですね、先ほど引き続き、U1 の田原秀樹さんです。ありがとうございます。さあ、ザードさんの、負けないでを聞いていただいたんですけども、まあ、そのちょっと、まあ、気持ちがね、ちょっと心が、落ち込んで、そう、マイナスになっていたときに、まあ、どんなきっかけがあって、まあ、去年の話とお聞きしたので、ね、なんかそんな感じには見えないですけど、まあ、どんなきっかけで復活したのか、復活というか、まあ、何が、まあ、ザードさんの音楽がどう関わったのかとか、そんなことを教えていただければと思うんですけど、そうですね。じゃあまあ、ザードさんの音楽っていうところからいくと、歌詞の中に、一人でいる時の寂しさより、二人でいる時の、孤独の方が切ないっていう、なんかそんな感じの歌詞があるんですよ。で、あ、ここから、あ、この誰かが物理的に周りにいても、なんだろう、心と心つながってなかったら孤独を感じるなと。で、
わかる。あ、これって本当に辛いなっていうふうに、より一層今の状況を、なんだろう、噛み締めた部分だったので、その当時ですね。だからすごく印象に残っている曲なんですよ。っていうのが、まあ、思い出というか、印象に残っている曲だったので、この曲をちょっとリクエストというか流してもらったんですけれども、じゃあそういったのを聞きながら、僕なりに結構落ちまくった時に、じゃあどうやって復活というか、元気になっていったかっていうと、まあ、きっかけはうちの奥さんで、妻で。なるほど。で、はい。まあ、当時というかその前の話でもないんですけど、結構僕、ストイックなところがあって、頑張ったらどうにか、まだまだいけるみたいなのをやっちゃう方なんですよね。でももうそれは、うち、まあ、実際に妻の方からすると、あまりにもそれは無理をしすぎだと。で、自分に厳しすぎるというふうなように見えていたらしくて、で、まあ、僕はその仕事上、その人に寄り添うことは、できるんだけど、自分にはそうやってずっと厳しくやっちゃっているから、なんか自分自身にも、寄り添ってあげたらっていう。なるほど、自分自身にも寄り添ってあげたら。はい。っていうのがあって、なんかすごくハッとさせられて。でも、これ寄り添っちゃったら逃げることになるぞと思って。この状況から。っていうものすごい葛藤と、まあ怖さとっていうのが、いろいろあったんですけれど、振り返ってみると僕今まで一度も逃げてこなかったなっていうのはやっぱあったんですよ。すご。だから、これは、この経験、逃げるっていう経験、自分にとって必要だなっていうふうに、もう一回やってみようと思って。なんで逃げるっていうことになるんですか？その寄り添うことが。やっぱりですね、なんだろう、負けたというか、自分が悪いのに、そこに対して向き合わずに、去っていくっていうのって、これってもう僕からしたらもう、逃げでしかなかったんですよ。なるほど。そう、辛くてもやれよ、みたいな。そうそうそう。っていう考えしかなかったんで。じゃあ全然なんか雰囲気にとは似つかないって言ってもいいかもしれないけど、すごいストイックなんですね。結構、その気はあったりしますね。そう。だから、実際ね、くらいお客様にも、そういうところを出すところもやっぱあったんですよ、当時。わかります。そう。でも、これって、やっぱり、良くないだったり、良くないというか、ちゃんと、相手のことを考えてあげて、どう、なんだろうな、飴と鞭じゃないですけれども、っていうのをやっていかないと、こうなっちゃうんだっていう感じって言ったらいいんですかね。なるほど。そう。俺って逆だもんな、僕。逃げて逃げて逃げてきましたからなるほど。ね。いや、もちろんその逃げたっていう中が、もしかすると、周りからすると逃げてないように見えるのかもしれませんけど。でも僕は逃げてきましたからね。だからやっぱり、なるほどな。だから今までずっと逃げてこなかったなっていうふうに思ったので、そこを逃げるというか、そこの自分を認めようと。そうです、そうです。そさあ、それを今までやってこなかったこと、39年やってこなかったことをこう実際やられて、はい。受け入れて、どうなったんですか？そこから。どんな気持ち？なんだろうな。楽になったっていうのが、まあ正直なところですね。やっぱりっていうのと同時に、その気合と根性ではどうにもならない世界もあったりするっていうことも分かったし、あとはやっぱり本当、まだまだかもしれないですけど、自分なりに、この人の心の痛みだったりとか、そうなった、
この状況とかっていう、こんな風になると、気持ち、メンタルはこうなっちゃって、で、そこまで行くと、やれることもやれなくなるとか、正常な判断かとかっていうのも、なんか、体験をしたつもりだったので、だからこそ、相手が言ってること、状況から、鑑みて、必要なことのケアだったりとか、お手伝いだったりとかっていうのを考えられるようになって、幅はちょっと広がったかなっていう感覚はあります。いや、まあでもそうですよね。なんだろうな。まあ僕は逆に言うと、まあ逆に言うとっていうわけです。今まで成功したことが、1回で成功したことは原付の免許しかないわけですよ。だからもう何をやっても、この前たこ焼き焼いたんですよ。自分のね、家で。まあ、どうせうまくいきませんと思ってやってるんで。リベンジね、リベンジっていうのから最初からやってるんで。でももちろん完璧を求めてやるんですよ。けど、まあ、うわ、なんでうまくいかないんだろうじゃなくてもしょうがない。1回目だから、みたいな。っていう感じで実際僕はできるようにこうなったんですけど、まあでもそのね、成功してる人と失敗してる人って両方とものやっぱり気持ちが分かったら、やっぱり幅がやっぱ広がりますもんね、どう考えてもね。そうですね。その感覚はありましたね。じゃあ、それが実際あってからお仕事の方にも、やっぱそのプラスの方に動いていったりしたんですか？なりましたね。聞こえてくる声が結構変わって、やっぱりその、なんだろうな、汲み取ってくれるとか、寄り添ってくれるとかっていう声はいただけるようにはなりました。ああ、そうですもんね。だってみんな言うもんね、今ね。それこそ。そうですね。そしかも、だって、田中さんの以前の写真見させてもらいましたが、一昨年かな、去年。全然ちゃいますもんね。熊五郎みたいになってましたもん、本当なんか。いいっす。うまあ、全然誰も本当気づかないですからね、本当ん、いに。や、本当にね、いや、絶対今の方がいいと思います、優しいし。ありがとうございます。まあ、99%の人が今がいいって言いますね。いや、そうです、そうです。まあでも、多分ですけど、来年も再来年も今がいいって言われると思いますよ。ああ、本当ですか？うん、僕、ずっと言われてますもん。ええ。今がいいって言って、いや、今のがいいねって、いや、去年より今のがいいねって言って、その去年の写真とか見られたら、やっぱりその以前は僕ガンガンやってたところから、今なんか、ね、そのやらないっていうわけじゃないですけど、ちょっとこう、落ち着きながら、やっていくような感じであったりとかすると、やっぱり顔が柔らかくなったって話を言っていただいたりとか、っていうことはやっぱり言われるようにはなりましたし、多分その、僕はそうかもしれません、そうですけど、まあ、田中さんなんか特にね、逆にその経験をされると、すごいしんどいところからの復活、それにはやっぱり奥さんのね、言葉が実際あって、支えが実際あられてると思うんで、まあ、そのターニングポイントになってきっかけが目の前にいるわけですから、やっぱりそこはね、いつも戒められたりされるんじゃないかなと思いますけど。まあ、そうですね。うおっしゃん、る通りです。さあ、そんな田原さんが今後はどうされたいか、されたいと思ってらっしゃる感じなんですか？これからのため。まあ、これからはですね、やっぱりまあ、なんだろうな。やることとしては、企業だったり、個人事業主さんの、今と変わらず、そういった方々の、まあ、課題解決というか、精神的な支えにも含めてなっていきたいなっていうふうな思いですかね。だから、特段なんか今の段階においては、大きなことをっていうのは正直なくて、ただただ、まあ、伊達さんも含めなんですけれども、こうやって一緒に何かご縁をいただいている方だったりとか、よくしていただいている方に、まあ、僕がやれることを、とことんやり尽くしてみようかな。で、それがまた自分の経験となり、肥やしとなりで、その人がまたハッピーになっていったら、なんかそれでいいかなっていうので、ただただ出会いとご縁を大切にしようかなという、なんかそんな気持ちですかね。なるほど。なんか、ええこと言わはりますな。いや、こんな言い方したらあれですけど。でもやっぱなんか、そういうのがやっぱにじみ出てますもんね。多分本当です相当しか。んどい思いされたんだろうなと思って、その1年前は。まあそうですね。まあ本当にこんなに人って大事なんだとか、ありがたいんだっていうのはもう結
こう、ダメージとともに思い知らされた感じなので。いやー、じゃあそれを考えると俺まだまだ足らないな、やっぱり。いや、いやいや、本当に本当に。いや、まあ、それは置いといて、僕の話はいいんですよ。いいんですけど、さあ、この番組ってこう、一歩前にっていうね、そのリスナーの方で一歩踏み出せない方であったりとか、まあもちろん中にはリスナーの方で、ね、気持ちがちょっと、田原さんみたいにちょっとうつむいちゃうというか、方も実際中にいらっしゃると思うんですけど、その方々に対して、まあなんか、一言、何か、ささやかなアドバイスでもあったりとか、なんか気持ちの持ちようとかあったりするんだったら、ちょっと教えていただければなと思います。わかりました。まあ、本当に39年間順風満帆に来るやつでも、必ず何かしら、前に進めなくなっちゃう時期がやっぱ来るんだろうなっていうのが、今思ってるところで。で、多分多くの人がそれ、今39年と言わず、もっと早く来ているんだろうなって思うんですよね。で、今このラジオをお聞きの皆様もまさにそうかもしれなくて。で、その中でやっぱどうしても前に進もうというふうに頑張っちゃうところがあると思うんですよ。で、その気持ちは僕大事だなと、思いつつ、ただですね、その頑張る中で、やっぱり誰かを頼るっていうこと、で、話すっていうことは、忘れないでほしいなって思うんですよ。だから前に進めなくてもいいんだけど、誰かに話すっていうことの歩みはなんか止めないでほしいなと思っていて。で、それがある意味ちっちゃな歩幅の一歩にはなると僕思ってるんですよ。だけど、その誰にも話さずに一人でってなっちゃった時には、本当に歩みすらも止まっちゃうことになるので、僕はそれはちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。そう。なので、必ず誰かが分かってくれる人、話せる人が誰かがそばにいるはずですし、まあ、もしいらっしゃらない場合は、やっぱり僕はそういった方々の力にもなりたいなと思っているので、経営者とか個人事業主さんとか関係なく、そこの、なんていうんですかね、立ち位置というのは僕自身が、まあ、妻を通して、すごくありがたかったので、誰かのそういった立ち役割にもなれたらなっていうのはあるので、その誰かに話をするっていうところは、忘れないで言っていただけたらなと。そしたら、小さな一歩をずっと歩み続けてることになるはずですので。メッセージとしてはそういったところですかね。なるほど。ありがとうございます。いや、でも、本当そうなんですよね。なんか、ちょっとした一歩だと思いますし、まあ、それこそ、こうやってお話をすると、なるほど、俺、そんなこと思ってたんやっていうことになったりとか、なんか、いろいろ、こう、人に言うことによって気づいたり、ね、自分自身に、こう、戒めて帰ってきたりとか、自分自身のプラスになって、あ、なるほど、そんな気持ちあんねんや、とか、っていうことによって、ちょっとね、ちっちゃな一歩に実際つながっていくことに実際なるんじゃないかなと、こう実際思います。なので、いや、でも、そういう感じですかね、今おっしゃっていただいたのって。そういう感じです。まさにおっしゃる通りです。ありがとうございます。今までね、こう、なんか早いもので、いやいや、お時間がね、こうやって過ぎていくわけですよ。本当にすね、ごい早いもでう1す。あっ時という間間。ないのに。ありがとうございます。もうでこしょ。れ2時間にした方がいいんじゃないですか、もう。いや、しんどい、しんどい、しんどい。まあ、なんですけど、今日は、ありがとうございました。今日は5回いい、目こちの、らこそ。放送で、そして4回目、4人目のね、ゲストさんで、棚原秀樹さんをお迎えいたしました。棚原さんの人生を通して、皆さんが、よしと。いや、じゃあちょっと頑張ろうかと。っていうな、皆さんの一歩につながっていただければいいかなと思っております。そしてですね、来週のゲストはですね、株式会社、共栄環境の下田道夫社長ですね、元部長ですかね、のマイマイシーサー、シーサーを作っているマイマイシーサーさんからのご紹介ということになります。今日も皆さんね、最後までお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。そろそろ8時を、迎えようとしておりますので、また皆さん、明日からお仕事、学校、いろいろあると思いますけど、ゆっくりした時間をお過ごしください。MC は一歩前のだてちゃんでした。田中さん、本当に今日はご参加いただきまして、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったありがとうございましです。た。では、バイバーイ。田中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。